録画スタート。やばい、録画してなかった。 FNC シリーズグランドファイナル Day 2始まるぞ。はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをするとアリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単、 ARIKEN、 N は1個、アリケンで入れてね。 ARIKEN、 アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。やばい、本当にやばい、本当にやばい。人としての尊厳を失ってしまう。マウフィの画面にしてから行くわ。やばい、お腹痛い、やばい。早く降りてくれ。マウフィ、早く降りてくれ。よし、降りた。みんな、うんこの絵文字で弾幕貼っといて。じゃあみんな、ちょっとごめん。3分か5分ちょうだい。みんな、こんなうんこ野郎でごめんな。ありがとう。間に合ったよ。いやー、みんなもね、経験してみるといいよ。約1万人を待たせながらのうんこ。やっぱこういうところを生き残るのが、やっぱり1位の立ち回りなんじゃない？おうますぎ。うますぎ。はぁ、はぁ、ゲットもゲット。すげえ、緑ショットガンで返したぞ2人。さあマフィン、横から圧をかけて、サージだけは稼いでいきたい。さあ武勇さんの死体に気づくか。さあ見えない。さあバレてしまったが、武勇さんを起こしているシュンシャン。さあシュンシャン、ここはガチ蘇生が間に合うが、横からドキンのスーパーエム、ドキンが2人かっさらっていった。これは美味しいキルになりましたね。サージも稼げたし。さあワイルドホークたちは152ポイント、いい感じに生き残っている。さあゲットもゲットもしっかりと生き残っています。しかもなんか普通にいい順位取りそうな場所にいる。しかもサージが852、やばいって。7キルは1位のチームが7キルはやばいって。さあマウフィンたちもしっかり生き残っている。さあ目の前に資材があったが、ここは取らずにアンチードを優先。さあ一発とりあえず当てといて。さあ後ろのピーターパン見えているか、目の前1人いるか、気づいているかマフィン。ここグラップルで移動だが落とされちまう。落とされたらね、クールタイムがあるので、その後数秒間使いません。さあケグを使っていく。ここのケグは強いです。さあボブたちもしっかり2人で生き残っている。さあワイルドホークがやられそうだ。さあ後ろからショットガン2点当てられて、ここはワイフォン落ちてしまう。残ったのはクローザー1人。目の前ワンボックス勝負。さあワイルドホークを助けていきたいが、ここはさすがに。さあ100ダメージ。さあワイルドホークの活気を入れられる前に、目の前のウィッケシーを倒していきたい。ここはもうワイフォーはもう助からないと。さあ判断して、さあ1人で進んでいきます。さあマウフィンコンビもしっかり生き残っている。現在140ポイント。さあ目の前にはメイシーフィッシー。さあ運命をかけた1試合目。さあドキンさんもしっかり生き残っているが、ここは目の前バルにやられてしまう。さあ残ったのはマウフィン、目の前のはボブメイシー。さあ一つの車線をアーマードウォールで消しながらアンチに進んでいきたいが、さあ下にはボブメイシーも残っている。現在55ポイント。さあ目の前にザジがいるぞ。これはいいところに行った。さあメイシーがやりきって、目の前にいるのはザジ。さあボブがボックスを広げながら進んでいきます。さあマウフィンもキルを取っている。さあ残り6パーティー。さあザジ、ロード、クローザーたちも生き残っている。さあクローザーも1人でしっかりと生き残っている。ワイルドホークの思いをさあ持ちながら、現在171ポイント。さあゲットモゲットは生き残っているのか。ゲットモゲットはやられてますね。しかし226ポイント。メイシーボブたちだけじゃないかこれ、フルで残ってんの。さあ残り5パーティー。さあボブは言ってくれた、 FNCS が終わったら一緒にスマブラをやろうと。だけどアリケン待ってくれ、 FNCS が終わるまでは俺はフォートナイトに本気だ。アリケン見ててくれと俺はそう言われました。さあボブ見ているぞ。さあハイグラの敵を落として、落ちてきたクローザーを倒していきたい。上にはザジ、しかし HP がない。さあここは打ち上げ花火、クローザーがどうにか倒して勘違いで耐久している。さあメイシー、ここは甘えずにクローザーをしっかりと勝利して、そのままビクトリーロイヤル。1試合目ビクロイ取ったのはボブメイシーコンビ、おめでとうございます。うわやり合ってんね。さあ目の前には毎回絡まれすぎだろここ。さあこれもちょっとね、あ相手のケグを
利用してるぞこいつら。人の剣を作って使って帰ったぞ。うわ、マウフィンもワイルドホークもやられてる。やばいぞ。これゲトモゲはやばい。これゲトモゲ300ポイントあります。これさあアンチ移動していきます。ルナペポ、さあヘイトをもらわないいい場所をアンチ移動してる。ここは上を狙っていくが、上からの射線ももらっている。さあ横にはCRクジャク。さあルナペポ一応アンチ移動を済ませたが、さあどっかでリフレッシュしないとしんどいのには変わりない。やっぱりプレイヤーたちの目線から見ると何も見えないからね、こういう時。さあ後ろからショットガンが突っ込んできている。対応できるか。さあ倒してはいけたが、さあアンチ外1人持ってかれたのはあまりにも痛いか。しかもアンチは多い。アンチ戻りアンチだったらワンチャン蘇生できたんですけどね。さあ残ったペポ1人でどこまで生き残れるか。さあ一度バンテージを巻きます。ゲットもゲット生きている。1人で生き残っている。現在249ポイントさあどこまで生き残るんだ。資材は残り12枚。さあ HP の回復がないので、この少ない HP を利用しながら、ここでペポを倒す。ゲットもゲット。さあ資材を無理やり回収してアンチに戻っていく。まだポイントを伸ばすか。さあ横にいる敵、ここは資材を回収、デカポも回収できた。ケグもあるぞ。金ポン、さあ金ショットガンを取ったぞ。ワンチャンあるんじゃないのかこれは。クラッチが。さあアンチ移動してここでデカポを飲みます。ソロの立ち回り最強と言われたラル、一人でどこまで生き残ってんだ。260ポイントいっちまったぞ。まだ2日目の2試合目だぞ。さあ目の前にナイトルがいる。ここは順位を上げていきたい。うますぎる。落ち着いてきる。さあ資材は取りに行けないので順位が上がってポイントも取れた。うわなんかすごい量のアイテムが。ミストを取ったが、ミスト取れていない。これは一度アンチ外にも行けるぞ。これどうするんだ。え、やばくない。一人で頑張りすぎだろこいつ。やばい、これは一回そうね、アンチ外だね。一回アンチ外じゃないこれは。ちょっと一回アンチ外に逃げていきます。さあもうこれはお願いアンチ外です。で、ミスターあるぞ。でもミスト出てきた。マジかよ。うわーでも、うわーめっちゃ耐えてる、めっちゃ耐えてる、すげえ、めっちゃ耐えてる、すげえ。何それ、何今の。ドーム酔い、何それ。クレイムーブ対策で追加されたんだ。うわーそのまま勝っていったのはアルバマイポリナル。あ、600ダメージ受けたら即死なんだ。へえ、まさか見れるとは思わなかったね。書道かぶってる人あんまいないんだけど、シンクたちもやりに行ってんじゃないのかこれ。うわワイルドホークたちを倒しに行ってる。うわ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 、こっち側に来た瞬間ドンよ。うわー外した。ワイルドホーク一気に逃げていく。よく逃げたなワイホー、これはナイス逃げワイホー。あぶねー。残り24パーティー、ここはグラップラーで移動していく。さあワイルドホークこれ勝ったら230ポイントぐらいいくんちゃうこれ。アレンたちもあるな。ルナペポもワンチャン200ポイントいければ残り3試合だから逆転はできるぞ。さあここは移動していく。さあ目の前に敵がいるが、これ痛すぎだけど気づいてない。倒せたらでかい。うわー、さあ一人倒してリフレッシュ完了。非回復もいっぱい落ちてる。おいしいねー。さあワイルドホークたちも、うわーさあワイルドホークたちもリフレッシュ完了。さあ資材と回復が取れた。アマドウォールもある。さあここは一気に移動していく。落とされるが大丈夫、落下ダメージはありません。いいリフレッシュ入ったな。さあ200、これビクロイすればマジであるぞ。さあ外してしまうが、現在17位。アンチ移動、目の前にいっぱい落ちてるが、いやパクられちまった。ミリムとザゴーが一瞬でワイホたちを倒してしまった。えぐ。さあ236ポイント、現在1位に最も近いチームです。
さあルナペポ、ルナが生き残ってる。200ポイントいきたいルナ。うわ目の前にはクジャクたち。ハルキオさんたちすごっ。176なんだけど。さあハルキオさんたちもビクロイ取ればワンチャン200ポイントあります。マジでこの人たちさ、最初の2試合入れてたらさ、ワンチャンあったじゃん。さあ下に落ちてきたクジャクたちを倒していく。さあ目の前のさあネイカーも倒していくわ。さあ回復間に合わなかった。さあミリムザゴが追いつくぞこれ。さあこれビクロしたら250ポイントいくんじゃないのか。さあミリザゴがいい感じに耐えている。さあ段違いからナエトルが来る。これは誰のキリにもなりません。さあラストスイーティーよ。さあアーマーが割れた。ここはもう突っ込んでいくか。一発あって終わっていく。248ポイントフィニッシュ。さあミリムとザゴが追いついたぞ。さあ残り半分の試合が終わりました。さあゲトモゲ263ポイント。追いついてきたのはアルバ、ミリム、ザゴ、そしてシャモキーもその下に。マイポリ、アリスも200ポイント台、ワイルドホークも200ポイント台に入りました。おめでとう。まだあるよワンチャン。いやこっからの試合超重要だな。多分190ポイント、ここぐらい、こっから上ぐらいはまだね、逆転の目はあるかな。シンクたちも全然あると思うよ俺これ。